皆さんこんにちは。女子の今に刺さる歌を歌います、シンガーソングライターの朝日うたいことまゆむめもです。よろしくお願いします。今日はですね、卵かけご飯、私シンガーソングライターと今言いましたけど、歌う看護婦さんです。看護婦さんの忙しい朝を応援する、卵かけご飯作っていきたいと思います。まずはね、ご飯ね、私贅沢なのでご飯は少なく卵たっぷりがいいので、このパックご飯ね、結構1パック多いじゃないですか。ので私ご飯ちょっとしか使いません。ちょっとって言ってもそんなこんなんじゃね、足りないんで3分の2ぐらいですかね。 120g とかぐらいが私の理想なので、まあだいたい3分の2ぐらい入れていっちゃいますね。そうすると卵たっぷりで、なんか最後の方に卵かけご飯の、いや卵なくなってきちゃった現象をこう防ぐためにやりますね。そして卵はしっかり最初に割って混ぜちゃいます。はい、混ぜます。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ。いい感じですね。そこに私はもう先に卵に醤油をバーン。私はね、素材の味を楽しむ派なので醤油はそんなにたくさん入れないです。ちょびっとだけね、ちょっと混ぜて、それをご飯にぶっかけます。いいですね、輝きがとてもセクシー。いいよ、たまごちゃんとっても可愛い。そしてご飯と一緒に混ぜ混ぜして、お、卵たっぷりもいい感じ、シャバシャバの卵かけご飯が今できております。そしてですね、これで終わりじゃないですよ。この卵のコクをさらに深めるには油、ごま油を投入します。これもでも多く入れすぎるとしつこくなっちゃうのでちょっとだけ入れますよ。ただもうこれするとね、もう今日はまあパックご飯ですけど、炊きたてご飯の熱々にかけるともう香りがすごいんですよ、これがね。はい、でまあ軽くちょっと混ぜて、これでいただきたいと思います。このね、ご飯少なめ卵たっぷりにすることで、ほらこのボテボテ落ちる感じ、汁だく卵かけご飯輝いてる。いただきます。うまい。このね、卵たっぷりなので卵の素材の旨味がとっても味わえるし、何よりこれすることによって飲めるんですよ。だから看護師の忙しい朝にもバッチリの卵かけご飯です。美味しかった。ごちそうさまでした。